はい、今回はグルコースとこの題2015年の問題を、説明します。グルコース is an important energy source in virtually all life forms. However, free glucose molecule can't be stored because in high concentrations, glucose will disrupt the osmotic balance of the cell with the potential result being cell death.The solution is to store glucose as unit in a large polymer, which is not osmotically active. Large polymers formed by the leakage of multiple monosaccharides play a vital role in energy storage and in maintaining the structural integrity of an organism. If all of the monosaccharide units in a polysaccharide are the same, the polymer is called a homopolymer.The nutrition is the barrier implant is the homopolymer, starch of which there are two forms, more than half of carbohydrate taken by human beings is starch, found in wheat, potato and rice, to name just a few sources. Starch are rapidly degraded by aromatase enzyme, including the salvia and pancreas juice. で、まず A 部門はやっとしなさい。で、ダンスの方は3番目に反応によって生じる二等の構造式を書きなさいという問題です。この黄色の鍵カッターの方はね、ここを訳しなさいということなんですけど、しかしながら、フリーのグルコース分子は、濃度が高いためにストアできない、ね、蓄えられない。グルコースは、これ浸透圧をかき乱すと、セル。で、その結果、死んでしまう、セルが死んでしまうということですね。で、その、ソリューション、その解決策は、グルコースを、大きなポリマーにすることやと考えること。大きなポリマーというのは、浸透圧的に、ノットアクティブ、アクティブ、活性でないと。大きな、ポリマーは検出されると。これは炭素類な、多くの炭素類からなってるんですけど、重要な役割を果たすと、エネルギーを蓄えることとか、構造、生物の構造のその、ここでとかっていうことだね。ほとんどの、担当類は、例えば担当類は、まあ、みんな同じだと。そういう場合は、ポリマーは、ホモポリマーと呼ばれる。で、その、溜めとくところね、植物を溜めとくはホモポリマー。例えば、でんぷんは、ツーホームがあると。でんぷんは、アミロースとアミロペプチなんだな。これは、アミロースとアミロペプチって言うんだな。アミロスは一音結合ばっかりでできたやつですよね。アミロペプチンは一音結合、1位と4位の結合で水が取れて、エーテル結合、グリコシド結合なんだな。それに加えて16結合がちょっとできてます。これはアミロスとアミロペプチン。で、炭水化物の半分、カーボンハイドレートの半分は、スターチだと。で、それはフィート、小麦とかポテトとかライスからなると。で、スターチは、すぐに、こうアミラーゼによって、まあ、変わってしまうんだな、アミラーゼという酵素。アミラーゼという酵素は大事でな、サリバとか、でパンクリア、ジュース、これジュースでは液ですな、水液によって、分解されていくということです。で、反応による二等類の構造式。でこれは、でんぷんから二等類やから、マルトースな。マルトースは、こう、C と、こう、こう、こう書いて、こう、まあ、六角形をこう書いたとしたら、ここちょっとこう、ちょっとこう、手前に歩いてみて、こう書いたら、こう、CH2O ってな。で、アンドはグルコースやから、これ、下みたいな。この、下、これ、上下やな。こういう、こういう構造してます。一音結合でくっついてるけど、こう、ね、プロプリン管で、ここはな、これで使うんだよね。これ上で、で、こう CH2OH かって言ってる。こういう構造してますね。これが、マルトース。
通りの公式は、こんな形になります。はい、以上です。